どうも藤です。さあ今日もチャットノベルピープ読ませていただこうと思うんですけども、あの話の続編が来たんですよ。っていうのはこちら、一冊条例エピソード2。一冊条例は以前に動画を2本上げさせてもらいまして、すげえ面白かったんだよね。っていうのが、これはちょっと架空の世界、架空の日本のお話で、俺確か動画の中ではちょっと解釈間違ってたんだけど、全国民に、1回だけ人を殺しても許される権利が与えられてるの。で、それが一冊条例で、もちろん人殺しなんかしたくはないじゃない。だから大半の人は使わないまま終わってくんだけど、その裏で一冊券をそのお金で買ったりとか、そういう売買もあったりして、もう吸ったもんだの大騒ぎみたいな、そういう話だったんですよ。で、それのエピソード2、はい、あらすじ。一冊条例、それは全ての人間が一生のうち一人を殺害してもいい権利。はい。翼はママ友間のいじめに悩んでいた。ママ友、きっかけは些細なことだったが、いじめは必要になるばかり。翼と仲が良かったキミカは、以前は自分がいじめを受けていたこともあり、罪悪感を抱えていた。はいはいはい。翼の家族はストレスで次第に憔悴していく。ある日、翼の娘でありいじめの原因となったリリカが一冊券での殺人依頼をキミカへ持ちかける。なるほど。今回のエピソード2は一冊券をしっかり、ね、恨みを持って使っていくって感じなんだね。なるほど。はい、読んでいきましょう。一冊条例および一冊券について。うん。一冊券は国民のすべてが所有しており、15歳以上であれば個人の意思により使用できる。なるほど。15歳以下の場合は依頼も可能。へえ。実被害を受けていれば誰でも使用可能。使用前もしくは使用後に各自治体への申請義務あり。だからなんか実被害を受けてなかったら、使っちゃいけないんだよね。そりゃそうだよね。いきなり気分で殺すとかできちゃうもんね。それじゃあそれはやばいな。一冊条例を利用しての殺害予告は脅迫罪に問われない。ほう。体の不自由な方、高齢者、15歳以下の未成年は一冊券での殺害を代理者へ依頼することが可能。はい。一冊券の売買は禁止であるんだけれども、裏の世界ではみたいな話だったよね、確か。今から数年前、上がりすぎた犯罪率の抑制と凶悪犯罪の被害者への配慮のために一冊条例が施行された。誰もが誰かを殺せる権利を持つことで、互いに悪意を牽制する力が働き、犯罪率は下がり、一冊条例はある程度の成功を収めた。うん。さらに凶悪犯罪者の被害者による復讐劇も多発し、それを果たした本人や家族、関係者は時に称賛されることもあった。うん。まさに現代版の仇討ち制度が一冊条例だった。悪いことはできないな。〇〇中学校会議室、内田翼。あれ？会議室へ入ってきた内田翼の顔は一瞬で青ざめてしまった。ん？どうして？広げてあった紙や資料を片付けているのは生徒の保護者たち。うん。翼の方には目もくれず、後片付けを、続けていた。どういう状況？翼は黒板の上に設置された時計に目をやる。時計の針は14時55分を指していた。今日の集まりっていつものように15時からじゃ。翼はそう言いながらも黒板に書かれた自分の名前を発見してしまう。ん？名前の上には下半期アンケート係と書かれていた。ん？どういうこと？そして自分の名前の下には正の字で投票数が書かれていた。うわー、押し付けられてんじゃん。なるほどね。欠席、投票だよこんなの。つまり翼が不在のままアンケート係を任命されたのだ。うわ、めんどくさい仕事を押し付けてるって感じなんじゃない？アンケート係は内容の作成から生徒全員分のコピー配布回収までやるかなり重い仕事だった。うわ、押し付けられてる。本来なら数人で行うのが慣例だが、黒板には内田翼の名前しかなかった。ひでえな。藤野キミカ。あー、やっぱり教えてあげる人いなかったか。そりゃそうだよね。昨日急に時間が変更になったんだから教えてやれよ。キミカちゃんが教えてあげたらいいじゃない。私が教えられればよかったけど。
藤野公香はそう思いながら PTA 会長の神山瑞穂を見た。うん、詳しい年齢は知らないが、同じ年の翼と公香より10歳近く年上だろう。うん、瑞穂は翼の存在に気づいているくせに腰巾着の小学美人佐々木優子と話を続けていた。瑞穂と優子って人がまあ性格悪いんだな。昨年からこの PTA は瑞穂の私物と化しているようにも思えた。は権力持ってんのか。瑞穂の夫が有名上場企業の役員ということもあり、各所に顔が利き、進学を控えた子供を、持つ身として、瑞穂にすり寄るママ友は多かった、はあ、特に優子のすり寄り方は露骨であった。うん、あのすみません、いつも通り15時からだと思っていて、その連絡がなかったので。翼の細い声はママたちのわざとらしい喋り声にかき消された。うわぁ、実際にこういうことってあんのかな。君かターゲットになったら仕方ないのかな。最低だけど生き抜くには同調するしかないか。うわぁ、何もしてあげられないか。君かは、まあ君かの性格じゃ無理か。まあ君かのことよくわかんねえけど。翼は PTA あるいはこの中学校のママ友コミュニティから排除されていた。理由は些細なことだった。何？あれは約2ヶ月ほど前のこと。ゆうこ、瑞穂さん、これって知ってますか？ゆうこが手に持ってたのはティーン向けのファッション誌だった。瑞穂、あら知ってるけど、それが何？私も他のママ友から教えてもらったんですけど、これに内田翼さんのところのリリカちゃんがモデルとして出てるんですって。その言葉を聞いて瑞穂の顔色が変わる。優子の持つファッション誌を奪うように取るとページをめくった。ほらここです。そこには流行の服を着こなすリリカの姿があった。うん、たまに見かける時とは全く違った大人びた表情と目が合う。リリカの登場するページは他にも多くあった。あ、人気なんだね。これっていつから？詳しくは分かりませんけど、これだけページに載っているのなら半年以上はモデル業やってるんじゃないでしょうか。どうして隠してたの？真顔の瑞穂の顔、その顔面の皮の一枚下には怒りと嫉妬に満ちた感情が溢れていた。わあ。分かりませんけど、言うタイミングがなかったとか。本当にいつもバカね、あなた。翼さん、私たちに隠してたのよ。隠してた？え、どうして？理由はわかるでしょ。心の中で私たちのことをバカにしてたの。うちの娘はモデルやってるって。理由は違ったが結果同じだった。翼はリリカが嫉妬の対象になることを恐れたのだった。わあ、でも隠してるのも、でも言っても同じだしな、こういうやつどうしようもねえよ。でも自慢をするよりは。優子は手で口を押さえた。自慢話といえばお得意なのは瑞穂の方だ。優子さん、もう翼さんとは関わらないで。だって隠し事をする人なんて信用できないでしょ。他のみんなにもそう伝えといて。別に隠し事などではない、ただのプライベートの一つだ。そもそも報告の義務などない。そうだよね。しかし一度瑞穂の嫉妬の標的になれば被害に遭うのは不可避だった。その日からじわじわと翼に対する仲間外れは始まった。そしてリリカがモデルをやっていることを瑞穂が知ってから数日後、リリカがモデルとして出ている雑誌のページが大量にコピーされて学校中にばらまかれた。うわ、卑猥な落書きと事実無根の抽象付きでひどいな。これは訴えられるよ、名誉毀損でさ。うん、近所の大型スーパー富士の春。お母さん、あれ見て、リリカとママだ。あのキミカさんの娘ちゃんかな。はい、ショッピングカートをしているのはキミカの息子ね、息子の春だった。はいはいはい。春が指差した先には翼と娘のリリカがいた。うん、変装のつもりか翼は帽子をかぶりマスクをしている。サングラスはいらない？ママコミュニティから排除されている今、
買い物するのにも気を使うんだろう。そんなに？スーパーでバレるのも嫌？キミカの胸が針を刺されたようにいたんだ。うん。2年前の自分の姿を見ているようだった。はあ。どうしてあそこまで追い込まれなきゃいけないのかな。そのまま精肉コーナーへ向かうつもりだったが、コースを変え翼と合わないようにした。あ、お母さん、お肉買うんじゃなかったの？いいから、こっちに来なさい。そのまま、レジへと向かう。しかし何の偶然か、駐車場に停めた車の横にあったのが、うちだけの車だった。はい。いそいそと荷物を詰めるキミカの横に気配を感じる。やはり買い物を終えた、翼と娘のリリカがいた。不意に目が合う。この距離だと、無視する方が難しい。しかも昼に会った集会と違って他にママ友はいない。お、キミカから。こんばんは。こんばんは。互いに最低限の挨拶を済ました。気まずいだろうな、これは。キミカ、あ、春、先に車の中に入ってなさい。キミカは息子を助手席へ押し込んだ。昼間はごめんなさい、翼ちゃんにも連絡行ってたと思ってたから。気づけばキミカは言い訳をしていた。大丈夫、どうせ参加しても結果は変わらなかっただろうし。翼の顔はひどく憔悴していた。私と話してるとキミカちゃんも嫌がらせに遭うよ。気にしてないと心の中では思ってみたが、キミカは周囲を見回してしまう。いやー、もう救ってやってくれよキミカ。キミカさん、私ね、ここのところ毎日毎日神山さんのことを殺すことを考えているの。お、相当言ってんな。え？実は嫌がらせは私の夫のところにも来ているの。うわ、マジで？何？毎日のように私でクレームを入れてくる人が何人もいるみたいで。うわ。別に特にクレーム食らうようなこともしないのに。うわ、会社の人もただの嫌がらせだと思ってくれてはいるみたいだけど、ずっと続くとさすがに。夫もなんだか参っちゃってて、だから私一冊券を使って殺しちゃおうかなって。キミカの背筋が冷えた。翼の行為には冗談めいた響きがなかったからだ。それはいくらなんでもやめた方がいいよ。だって卒業までのあと数ヶ月の付き合いなんだし、殺すことを考えるなんてダメ。もしも困ったことがあったら私が協力するから。その内緒でだけど。中途半端な助け舟であることはキミカも分かっていた。しかし人相がすっかり変わってしまったかつてのママ友の姿に、偽善でも言葉をかけずにはいられなかった。殺すなんて冗談だよ、心配してくれてありがとう。冗談？翼はすぐに車へ乗り込んだ。エンジンがかけられ、そのまま車は駐車場から出ていった。取り残されたキミカは運転席へと入る。いやでも実際ね、一冊券使っていいぐらいのことされてる気もするけどね。何話したの？リリカのとこのママすごい深刻な顔してたけど。ママ友の世界の怖さは子供たちは知らないし教える必要もない。別に今日の PTA の集まりのことだよ。嘘だね。だってお母さんの顔なんだか泣きそうになってるよ。息子に言われ思わずルームミラーで自分の顔を見る。長方形のミラーには身勝手で臆病な女の瞳が映っていた。別に涙目じゃないよ。それより春、あなた誕生日の欲しいもの決めた？早く言わないとお父さんも準備できないよ。だから現金でいいって言ってるじゃん。可愛くね。まあでも中3の男子ならそう思うか。で、春はそのまま窓の外を眺めたまま何も話さなかった。キミカは殺すことを考えているのと言った翼の声がいつまでも耳から離れなかった。数日後、近所の大型スーパー。いつものように買い物を終えたキミカは自分の車の横に人影があるのを見つける。リリカちゃんだ。こんばんは。あ、
リリカちゃん。そこには翼の娘のリリカの姿があった。おお、なるほど。どうなっていくのか。はい、それでは続いて第2話。はい、リリカちゃん。こんばんは。リリカは無地のトレーナーに細身のデニムを合わせたシンプルな格好で現れた。ああ、おしゃれかどうかは顔で判断されるやつね。スタイルもよく、顔立ちもいい。じゃあおしゃれだ。じゃあそれはもう最強におしゃれだ。モデルにスカウトされるのも納得できる容姿だ。うん。はい、キミカ。こんにちは。どうしたの？翼さんも一緒？キミカにとって確認したい事実だった。そうね。自ら協力するとは言ったものの、あまり一緒にいるところを他のママ友には見られたくはない。安心して。今日ママはいないよ。私、藤野さんに会いに来たの。え？リリカちゃんが？リリカは自分に向かって安心していいと言った。うわ、なんか子供にそういう気使わせるなよ。キミカはまるで自分の心を見透かされてるような恥ずかしい気持ちになる。うん。私に？車の中にいる春に目を向けるが、春はスマホをいじっていてこちらには気づいていないようだった。はい。あの、私どうしても PTA 会長の神山が許せないんです。お、リリカちゃんそう、うん。きっと私がモデルやっている雑誌のコピーをばらまいたのもあの人でしょ。それにお母さんにもお父さんにまでも嫌がらせして、どうせ私がモデルなんかやっているのが面白くなかったんでしょ。うん、そうだよ。でもそんなこと言えるわけないじゃない。私のせいで両親が苦しまって辛すぎる。だから私モデルの仕事を辞めようと思ってるんです。だってそうすれば神山の嫌がらせが収まるんでしょ。そうとは言えない。あの女帝は気まぐれだ。モデルの仕事なんて誰でもできるわけじゃない。うん、私は辞めない方がいいと思うけど。だったら殺して。数日前と同じように背筋が冷えた。目の前のリリカとその母の翼は同じ目をしていた。うん、殺して。うん、え、それってどういうこと。私はまだ15歳になってないから、一冊条例の一冊券を自分では使えない。ほうほうほう。でも、夫に依頼して殺してもらうことはできる。え、それを？うん。藤野さん、お母さんと仲が良かったでしょ？お母さんの苦しみがわかるなら、私の一冊券を使って、神山瑞穂を殺して！私たち家族は、それほどの被害をもう受けている。あいつは私たちがやり返すこともできない弱虫だって思ってるのよ。私は引き受けないよ。それに人を殺すなんてことを間違っても言っちゃダメ。キミカは買い物袋をコンクリートの床の上に置き、リリカの両肩を掴んだ。確かに辛いかもしれない。でもね、相手を殺すことが解決じゃないの。あなたの人生はまだまだ長い。未来も夢も希望もあるじゃない。だからそんなこと言わないでお願い。まあそう思うけども、でも子供からしたっけ、憎いよね、両親をそんな目に遭わせてさ。けどやっぱりキミカさんはね、そんな若い子に人を殺したっていう事実をつけるのは良くないと思うしね。その人を一人殺したっていう事実はさ、その人の心にとっても一生ね背負ってくもんだしね。うん、でも私たちの家族はもう壊れる寸前なんですよ。であれば一冊券使いますよっていうね、その脅迫、脅迫は罪に問われないはずだから、そうすればいいのにね。そんな未来のことを言われても誰も助けてくれないし。それはリリカの言う通りだった。目の前でそれらしいことを言って事態を収めようとしているキミカだって翼を助けようとはしていない。だけどそれでもリリカの殺意だけは止めなければいけないのだ。おばさんの言うこと分かってくれる？うん。でもその代わりママのことを支えてほしいです。お願いします。リリカは長い黒髪をすべて前へ垂らすように深く頭を下げた。分かったから頭を上げて。おばさんに任せて。その代わり二度と一冊券を使うなんてこと考えないで。分かりました。変なこと言ってすみません。いや変なことじゃないよ。リリカちゃんは親思いのいい子だよ。まあ殺すっていうのは確かにね、ちょっとね線を越えてる気がするけど。よかった。今から家まで来ろうか。ありがとうございます。でも大丈夫です。リリカは駆け足でその場から去った。それはリリカなりにそのキミカさんのことを気遣ったのかな。
ママ友間の事情を知ってるもんだから。そしてキミカは車に乗り込む。春は相変わらずスマホに向かっていた。お母さん、今リリカいなかった？いたよ。買い物頼まれてたみたい。ふーん、そっか。リリカ最近元気ないからどうしたんだろうと思ってたけど、別に平気そうだね。僕の思い違いだったかな。キミカの胸はひどく痛んでいた。翼はもともとは仲が良かったママ友だった。それなのに自分は何もせずにただ見ていただけだった。キミカもみずほから嫌がらせにあったことはあった。しかしこれほどではなかった。殺したくなるほどでは。リリカの依頼を断りはしたが、大ごとになる前に何とかしなければならない。何とかしなきゃ。アクセルを踏む足に次第に力が入った。大丈夫か？フロントガラスで切り取られた景色は嘘みたいに平和な日常しかなかった。そしてカジュアルフレンチレストラン。どうした急に。毎週水曜日は水穂が主催するランチ会があった。うわこれやだな。なんか定例会みたいな感じであんの。うわ。参加人数はいつも10人前後。あまり欠席を続けることもできない。うわ何強制的な感じじゃん。なんかこれってあれだよね、なんか社宅のマンションに住むその奥さんたちの集まりに近くない？半沢直樹で見た。この地域の母親は今の時勢に珍しく専業主婦が多かった。それでも主婦はいろいろと忙しい毎週昼間に集まるなどかなり無理をしなければならなかった。そう、主婦だって忙しいぜ。パートやアルバイトをしているママ友たちは水曜日の昼は時間を空けるしかなかった。何その貴重な休日をそれに当ててんの。うわ苦痛。しかしそれならまだいいが、みずほは平均で3000円近くもする店をここで使った。ランチで使う額じゃないじゃん。時間も金も奪われたのではたまったものではない。本当だよ。本当めんどくさいな。みずほを中心にママ友たちが会話をしていた。誰もがみずほを持ち上げるように話をしているが、それは同時に全員が嘘をついているということだ。この状況をよく思っている人間なんて本来いないはずだった。ただ同調圧力がすごいからな。この数日キミカは女帝みずほを陥落させる方法だけを考えていた。それには協力者が必要だったが、そうそうみずほへの内心を吐露する人間などいなかった。そうだよな、誰がスパイか分かんねえからな。なんかねチクられたりしたらまたやべえしな。時間と金と神経がすり減る。無駄な時間が過ぎていった。どのママの仮面が崩れるか。キミカは食事をしながらそれだけを注視する。みずほは自分の夫と娘の自慢話をし、それをさらに褒められるように促していた。本当は夫にももう相手されてないんだろう。あら、キミカさんもなかなか黒い。夫の社会的地位とPTA 会長しかアイデンティティがないくせして、何を偉そうに。私があんたが殺されるのを救ってやるんだ。キミカには状況を変えるための使命感が目覚め始めていた。そして監獄のようなランチタイムが終わりを告げる。予定の腹と承認欲求はどうやら今日のところは満たされたようだ。それでは行きましょうか。みずほの後を追うようにママ友の群れが歩き出した。キミカは一度トイレに行き、遅れて店を出ようとしていた。その時、キミカは衝撃的な場面を見てしまった。なんだ？テーブルの下に落ちていたブランド物のハンカチ。それを拾ったのは、腰巾着の佐々木優子だった。ほう。キミカはとっさに柱へ身を隠す。優子は一度周りを見回したかと思うと、それをくしゃくしゃにし、まだ数枚残っていたデザート皿の上のクランベリーソースを乱暴に拭き取った。あら！ストレス溜まってんじゃないの、ゆうこさん。そしてそれを店員が使うダストボックスに投げ捨てた。キミカは思わず笑みを浮かべていた。ゆうこさんも溜まってるんだね。これはチャンスじゃないか。協力者としては最高のコマが手に入った瞬間だった。佐々木ゆうこ家マンション。珍しいね、 PTA の用事以外であんたが私に寝ることるなんて。うん、ちょっとお願いがあってね。お願い？あのさ、私と二人で
瑞穂さんの支配から抜けない？え？優子はキミカが言っている意味を理解できていないようだった。単刀直入に言うね、瑞穂さんを女帝の座から引きずり下ろすの。あんた何を言ってるの？そんなこと。優子さんが心配してるのは瑞穂さんの持つ人脈でしょ。母子家庭で少し苦しい佐々木家には確かに瑞穂さんの人脈は何かと必要かもね。優子の眉がピクリと動く。何が言いたいの？これ以上変なこと言うと瑞穂さんに言うよ。言いたかったら言ってみれば。キミカはバッグから透明なビニール袋に入れた汚れたブランド物のハンカチを取り出した。おお、取ってたんだそれ。うん。それ。優子は手で口を押さえた。正直だな。私全部見てたよ。このことを瑞穂さんに伝えたらどうなるかな。嫌がらせのターゲットが翼ちゃんからあなたへ変わるかもね。あなたがやったって言えばいい。私とあなたどっちを信じるかな。優子はキミカを脅し返した。大丈夫、あのフレンチレストランホールに監視カメラがいくつか設置してあったから、あなたのやったことは全部録画されてるはずだよ。よかったら瑞穂さんと確認してみようかな。キミカは内心震えていた。人に対して脅しなんてしたことはない。監視カメラのこともただのハッタリだった。優子は言葉を失っている。お、聞いてる。どう？協力してくれる？何をすればいいの？優子さんって瑞穂さんの旦那さんと面識ある？いや、話だけで会ったことはない。随分と忙しいらしいから。優子さんは独身だから瑞穂さんの旦那さんと不倫関係になって。はい？不倫させんの？キミカさん、神山瑞穂の旦那って知らなかったってことで出会って付き合えばいい。向こうには結婚しているとか再退社とか聞かなければいい。そうすれば不倫がバレた時でもあなたに罪はない。うわー、黒キミカ、黒キミカ。だってあなたは知らなかったんだから。私が瑞穂さんの旦那と関係を。よく考えてみて、あなたが娘のゆらちゃんのために得ようとしている人脈はそもそも瑞穂さんの旦那さんのもので、瑞穂さんのものじゃない。おお、ほう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 。あなたがうまく旦那さんに接近してあの二人の弱みを同時に握れば全てが解決しない？どういうこと？優子は風を読むのはうまいが理屈がわからないことがある。旦那さんには不倫で脅し、瑞穂さんには不倫の事実を突きつけて動揺させればいい。それだけできっと壊れるよ、あの夫婦。そんなうまくいくかな？もちろんあなたの一人二役がうまくいけばだけど。私が本当は嫌いなんでしょ、瑞穂さんのこと。嫌いなのは優子さんだけじゃない、ママ友コミュニティ全員だ。うまくすれば遠慮せず人脈総取りだよ。キミカがそう言うと優子は少しだけ口角を上げうなずいた。うわ、マジで不倫すんの？やるよね。一緒にあの女帝を陥れない？返事は聞くまでもなかった。二人はその後亀山夫婦を陥れる算段を立てた。おお、こっからどうなっていくんだろう。何？劇者あの第2回 X のドン引き浮気現場。まさにそういうこと。